はい、皆さんこんにちは、岸田と申します。本日は鎌倉殿の13人第24話の徹底解説をしてまいります。もう感想だけ語っても1時間ぐらい喋れるんじゃないかってぐらい濃い回でございましたけれども、感想は横に置いておきまして、本日も様々な角度から紐解いていければと考えております。全部で本日8つの角度からお話しさせていただきますけれども、まずですね、今回のタイトルは変わらぬ人というタイトルとなっておりました。で、事前にですね、ストーリーシナリオブック等を見て私把握はしていたんですけれども、今その生きている、要は例えばですけど、頼朝とか義時とかが変わる変わらないって、もちろんその意味もこの今回の回含まれていたとは思うんですけれども、やっぱりメインとなるのは王姫の中にいる変わらぬ人、つまるところ源義高ですけれども、その今いない人に対しての意味も含んでいるんだなってことが、今回見て分かりましたので、非常に今回も深いタイトルだなというふうに思った次第でございます。じゃあその上で今回一番重要だなというふうに私が思ったポイント、ドラマをその深く堪能する上で重要だなって思ったポイントなんですけれども、今回何が起きたかというと、やはり大きな2つの死というのがメインになりますけれども、源頼頼と王姫の死ですけれども、この2つの死について今回のドラマで共通、演出的な意味で共通項として描かれていたのは何かというと、救って落とすというですね、ストーリーテリングっていうのが今回この2つに共通しておりました。まず整理してみますと、源範頼に関しては理不尽ではあったけれども、なんとか死罪は免れて、安心した後に結局数年後に殺されると、あれも2年以上経過している体なので殺されるという形でございました。で、王姫に関しても、一度こう源義高を忘れられるかもしれない、徐々に薄れてきているっていう風な形で、未来の幸せを、未来ってその別の人との幸せっていうのも考えたり、受胎に協力したりとか、そういった形を考えたんだけれども、結果的に己の幸せを考えた時に源義高に戻ってくるので、2人とも一度こう視聴者さんから物語のコメントでいただいてましたけども、上げて落とす、救って落とすって形を取っていたので、なんかこう我々視聴者としても、一回我々視聴者の心が納得する、理不尽だけれども、死罪免れたからいいかというような形と、やっとちょっと前向けるかもねっていうふうに、こう一度ほっとした形の後で、マジかよっていうふうにこう落とされるっていうところで、こうズーンとなるので、それはもちろん悲しいし、それこそ己頼朝みたいな感じで思って、怒り狂ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、ドラマとしてはそれぐらいこう感情を持っていかれるのはそれゆえってことなので、演出うまいなというふうに思ったのが今回の最重要ポイントかなというふうに思いますね。で、その上でやっぱりこの二人の死というのが今回メインに描かれましたので、範頼の真意と王姫の真意、それぞれ整理していきたいと思います。これすでに私動画アップしている、新解釈人物史源範頼編、新解釈人物史王姫編っていう動画を出しているんですけども、それのですね、要約したものプラスドラマを見た上での補足という内容になっておりますので、一部、それらご視聴いただいた方被っているかもしれませんけれども、聞いていただければと思います。まず源範頼なんですけれども、視聴者の大半の方はお分かりだと思うんですけれども、全くね、その要は鎌倉殿に、要は頼朝が早く亡くなれとか、そんなことはもう1ミリも思ってないわけなんですよね。もう何があっても兄の役に立ちたいっていうふうに思っているわけでございますので、そこのところはもう間違いないんですよ。で、これっていうのはもちろん頼朝っていうのはこう物議を醸すような判断ってね、今までしてきておりますよ。それこそだから義経が死んだ時も、自分の兄弟であるのに、あのような状況に、もちろん自分でね、自害させるっていう一応形にはしたけれども、その義時にね、生きて戻らせるなみたいなことを言ったりとかして、結果的に死んだので、そういったことに関して、この源範頼っていうのは悲しいっていう気持ちは持っていたわけなんですよ。これも迫田孝也さんがこれらのねガイドブック等で実際ご発言しているものでございますけれども、悲しいとは思った、だけれどもそういった何があっても常に兄上あっての自分だし、その立場ゆえにやらなきゃいけないことっていうのも頼朝にはあったので、とにかく常にこう兄の役に立ちたかった。だから今回も頼朝と大江広元二人にめっちゃ詰められてましたけれども、全ては兄上のため、全ては鎌倉のためっていう、その言葉に関して嘘偽りは全くないという形となっております。
でも一方で、それっていうのは、まあ、兄が挙兵をして駆けつけてってところが一応ね、今まで一緒にいた、鎌倉にいたっていう理由ではあるので、その前はもちろん別の暮らしをしていたわけなんですよね。なので、そこから鎌倉に入って兄のために尽くすっていうことは、それはもちろん心の底から尽くしたいと思って、働いてはいたけれども、一方で、その、修善寺にこう流されて、まあ、幽閉というかね、形となった上で、源の範頼が思った感情っていうのは、実は肩の荷が下りる感情もあったという形のようでございます。これはなんか肩の荷が下りるっていうと、一見その、頼朝にいやいや仕えていたっぽくも聞こえるんですけれども、この言葉だけ聞くと、あくまでも兄のためっていうのは本音です。だけれども、それっていうのは自分を犠牲にしてまで兄のために頑張ろう。皆さんでも仕事にこう一生懸命ガツガツやりすぎて、例えば定年退職であるとか転職のタイミングとかで、一気になんかこう、ふーと心にこう、穴がぽっかり開いたような感覚って持ったこととかございませんかね。それこそまあ高校生とか大学生の時とか、中学生の時とかの部活で引退した後ぽっかり心に穴が開くとか、何かにこうのめり込んでいると、それはそれで別に本音でやってんだけど、それがなくなると一旦自分の中のそういった熱意っていうのがゼロになるので、そのゼロから改めて本来の自分を考えたり、本来の自分を取り戻したりっていうようなことがあるので、自分を犠牲にしていたので修善寺に行ったら肩の荷が下りて、まあ、本来の自分に一つ戻ったような感覚がしたと。その上でだからまあ、最後のその善寺に殺される前も笑顔で野菜取ってきてましたけれども、あの笑顔にはこう嘘偽りがないという感じでございますね。なんでそれがまあ修善寺での畑仕事への本音に移っていくんですけれども、その畑仕事をする生活っていうのは、もちろんその鎌倉に入れなくなったってことは理不尽ではあるけれども、いざ来てみると本来の自分を取り戻して、そこで一生懸命畑仕事をするっていうのは居心地よく感じていたと。これもこちらのガイドブック等でのインタビューを咀嚼した内容となっております。で、いざもう最後善寺にもう一瞬で刺されてしまっておりましたし、あれも一瞬の出来事なので、まあなんて言うんだろうな、まあ、どのドラマでもそうですけど、目の前でこう銃を構えられたりとか、ナイフでこうなんていうの、対峙する、そのすぐ迫ってこなければいろいろと考えることはあるけども、今回はもう間髪入れず刺されていたので、思考を巡らせる時間っていうのは本当に数秒でしかないわけですよね。数秒でしかないんだけれども、でもその時の演技っていうのは、迫田孝也さんがおっしゃるには、まあ、善寺の裏には多分兄上がいるのかなみたいなことを一瞬思った上で、やっぱりその自分の弟である九郎義経も撃たれたし、まあ、自分もそうなるのかというふうな悲しい感情っていうのを感じて、そのまま命を落としていくような演技をされたというふうにおっしゃっているので、まあ非常に無念ですよね。だからなんか今回の話っていうのは、まあ確かに頼朝が悪いんだけれども、この範頼が亡くなったことに関しては、でもじゃあ比企能員が止めていればとかね、これいろんなね、たらればがあるわけでもございますので、とにかくやっぱ範頼はかわいそうだなというふうに思いましたね。で、ツイッターで回ってて、私も、リツイートしたんですけれども、今回その、範頼が、頼朝にね、もう結構ですって最後言ったんですよね。あれってその、ずっと自分が忠誠を尽くして信じていたんだけれども、心が折れた瞬間なんですよね。もうあのシーン結構自分としては、いたたまれなくなって、自分も似たようなことをしたことがあるので、もうなんて言うんだろうね、一生懸命仕事をしていて、もうクビになったとかじゃないんだけど、こっちから辞めたっていう、コメントまでやってた映画メディアの編集長の話なんですけれども、もう上の理不尽なモラルハラスメント的な発言に、もう結構です、辞めますっていうふうに辞めたのが経験があるので、すごく見ていてこう心が痛くなるシーンであったと同時に、まあなんかこう、今現代のそういった視聴者にもこう通ずるような言葉で、ああいうシーンを綴る三谷さんは素晴らしいなというふうに思った次第でございますね。はい。で、そんな源の範頼、完全に理不尽な死を、死となってしまったわけなんですけれども、そんな源の範頼の報われ方ということで、迫田孝也さんがこんなことをおっしゃってるので、ぜひ、我々視聴者もこのように考えていければと思うっていう話なんですけれども、まあ、まず源の範頼の最後っていうのは諸説あるんですよね。今回のその、鎌倉殿の13人の本編終わった後の、気候のところで修善寺の話の中でもね、自害したと言われていることもあるみたいなこともありましたし、他にも、まあ、静岡だけではなくて、いろんなどこかに逃れて余生を過ごしたとか、そういった説とかもあって、それこそね、何箇所にもこの範頼のその記念碑とかね、そういったものもありますので、諸説あるんですけれども、まあ、諸説ある中で、
この鎌倉殿において言えることっていうのは、非常にやっぱりこう信念のある人物であったということが言えます。なので、この源範頼っていうのは、この迫田孝也さんが演じた源範頼ではなくて、まあ、史実の中にいた、要はこの昔、この鎌倉時代を本当に生きていて、まあ、亡くなられた源範頼さんってことですね。本人。っていうのは、まあ、信念の人物だったのではないかというふうに我々がこう、このタイミングだけでもね、まあ、ドラマほら毎週いろんなことが起きるから、まあ、すぐまた薄れちゃうかもしれないけれども、今この24話を見た上では、信念のある人だったんだな、お疲れ様でしたっていうふうにこう、思いをね、こう、馳せるというか、することによって、範頼さんも報われるのではないでしょうかというふうにですね、まあ、迫田孝也さん演じられたご本人おっしゃっておりますので、まあ、ちょっとこのタイミングでそういうことも考えてみるとですね、まあなんか、あくまでもドラマの中の話ではありますけれども、歴史の上にドラマが成り立ち、そして我々視聴者に届いているって形で、その時代っていうもののね、こうなんか、思いを馳せることによってつながりっていうのもできるので、それはなんかこうドラマの一つの素晴らしさなのではないかなというふうに思ったりいたしますね。はい。じゃあその上で、大姫の方に話を移っていければと思うんですけれども、まず大姫というのは、まあ本来は明るくて非常に可愛らしい子であると、まあ、これもその南沙羅さんのね、この演じられている南沙羅さんの言葉を咀嚼しているんですけれども、まあ、そういう人物であるわけですよ、まあ、この丹後の坪のシーンは本当かわいそうでしたけれども、でまず言っても、まあ、北条家みんなの前で結構やべえシーンあったじゃないですか。私は葵ですみたいな感じでいきなり名前変えて言い始めたりとか、そういったスピリチュアルな一面があるっていうのは確かに事実であり、それによって周囲が困惑することももちろんありましたし、何度もあります。なんだけれども、まあ、本来は、まあ、みんなに愛される女の子であると。なのでこれも南沙羅さんの言葉であるんだけれども、であるからこそ、今回非常にやっぱりね、こう、源、まあ、今回というかその源の義高を忘れられないで、心に傷を負った状態で、その中でこう、その悲しみを乗り越えて前を向こうとしたけども、結果的にうまくいかなかったってことで、かわいそうとか同情するっていう側面っていうのがどうしても我々の心にこう、すり込まれてしまったけれども、でもそれはあくまでも最後の姿であって、本来は明るくて可愛らしい子だし、それが一番輝いていたところではあるはずでございますので、源範頼は信念のある人であると同時に、大姫はもうこれで亡くなってしまったけれども、本来は明るくて可愛らしい子だから、20年という短い生涯ではあったし、悲しいこと辛いことたくさんあったけれども、まあそういった輝いた一面っていうのに、まあ、我々がここも思いを馳せることによって、またなんか報われる部分があるんじゃないかなっていうふうにこう思いますよね。これやっぱりこう南沙羅さんの言葉とかをいろいろなインタビューとか見ても思うところでございます。で、スピリチュアルな一面がどうしてもあるので、そうすると、なんて言うんだろうな、なんか、違和感を感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもなんですよね。っていうのは今回で言うと、あの禅嬢がその、ね、源義高に乗り移った芝居をしたけれども見破られたってシーンありましたけれども、実は似たような展開がすでに一回起きています、大姫には。実は超現実的というのが。これっていうのは、やっぱり、それどこで起きたかっていうと、八重のシーンですね。八重さんが川に流されてしまって、行方不明になってしまったと。で、それでみんなが、きっと見つかりますよ、みたいな感じのことを言っていたら、もうそんな見つかるわけないでしょ、助かるわけないでしょ、みたいなことを、こう、不謹慎だけれども言ってしまう。もちろん、みんなが心のどっかで、川に流された犯人も見つからなかったら、もうダメかもしれないと思いますよ、思うけれども、まあ、それをこう、普通に超現実主義者で、口に出してしまうスピリチュアルな一面があるのになぜそうなるかっていうと、やっぱり想像を絶する悲劇、その源義高が殺されてしまった、自分の愛する人が自分の父親の指示によって殺されてしまったっていう一件があったので、その中、スピリチュアルな側面があってぶっ飛んでる側面はあるけれども、救いに対する疑念っていうのは人一倍持ってしまっているんですよね。なので、今回に関しても、今回別にその生命がどうこうではないけれども、の源義高が乗り移った、それによって自分の心が救われるかもしれないっていう、そのこれまた救いっていうところでは共通項があるので、まあ、そこのところにはかなり超現実的な主義者なので、だから今回も嘘の思い出話を口に出すことによって、もう嘘だってすぐに分かって残念でしたみたいな感じでこう言って腹が立つっていうところが、まあ、非常にその、まあ、八重の一件もあったので、やっぱり今回もそうなるよねっていうふうに納得いくシーンでございました。逆にその八重の一件のほんの一瞬のシーンだけども、
あったからこそここのシーンでの よりこう説得力を持たせることができていたんじゃないかなというふうに思いました。で、大姫の死に関してなんですけれども、まあ、京での受胎工作、丹後の壺での一件があった後に、まあ、心情を抜け出して、で、三浦義村が見つけて、己の幸せについてお話をして、まあ、その後倒れてしまって、そのままもう病床のシーンになっていましたけれども、実際のところはですね、約2年間の病床生活です。あれはまあ、何年っていうふうにね、ドラマの中で言われているので、それで整合性は取れるっちゃ取れるんですけれども、まあ、今日で抜け出して三浦義村との対話の後、2年間は一応生きていたという形なので、まあ、そこのところは次のこの、長澤まさみさんのナレーションのセリフが、もう三谷幸喜さん、言葉の天才だなと思ったのが、生きることを拒んだからだと。やっぱり生きようとすると、辛くても、食べたりとか、まあ、療養にこうね、生きるために頑張るんだけども、その生きることを拒んだ体、詰まるところを、病気に対してこうすると治るかもよっていうことを何一つ聞こうとしなくなってしまったと。そうすると、当然やっぱ徐々に衰弱していくので、まあ、ドラマだとどうしてもこう、ある程度美しいご遺体の形にしていたけれども、例えば2年間、まあ、丸々何も食べなかったってことは考えにくいけれども、やっぱ徐々に衰弱していくと、結構最後はこうね、痩せ細ってしまったりとか、なかなかお辛いお姿になっていたってことも実際のところはね、想像できるので、まあなんか結構私はこの生きることを拒んだ体というセリフ回しにうなると同時に、なんて言うんだろうな、それによって、ドラマの中ではほんの数分で描かれていって、死ねば吉高殿に会える、楽しみで仕方ないってセリフに集約させていたけれども、その期間は約2年間って考えると、700日以上あったってことは、うん、なんかすごいその、美しいシーンだったけれども、実際はもしこの通りであったらすごく残虐的な、時間であった、残酷な時間だったんだろうなというふうに思いますよね。それは本人はあくまでも生きることを拒んでいるんだ、あとは死ぬだけって思っているかもしれないけれども、まあ、周りは辛いですよね。やっぱり人の死っていうのは長く生きた人が亡くなっても辛いものはあるわけですので、それ、まあ、要は80歳、90歳まで生きてね、老衰でとかになっても悲しいことはあるわけですので、まあ、それを結局今回の場合っていうのは、政子が自分の娘の死を、まあ、見届けなきゃいけないって形なので、それはまあ辛い、もちろん当時は今以上に死が近い世界ではあったけれども、まあ多分想像を絶するものがありますよね。言っても多分やっぱり自分の産んだ子の死ってのは絶対悲しいのでね、そこはこうなかなか見ていて胸に迫るものがあったなという感じでございました。はい、という形でちょっと今回は先に源範頼と大姫の真意について先にお話をしましたけれども、その上でですね、今回の重要ポイントと小ネタポイントをいくつか紹介させていただきます。ここちょっと順不同でいきます。多分皆さんが気になるものからお話しますけれども、まずは、前時に育てられたみなしごの話なんですけれども、何のこっちゃと思われるかもしれませんけれども、このシーンですね、前時が最後のところで源範頼を、刺し殺しまして、このままパタリと横に倒れたら、倒れた目の先に、まあ、女の子が一人立っておりました。で、あの女の子の名前は、トウという名前となっております。これは今回のね、オープニングのクレジットの中にもトウってこう出ておりましたので、この女の子はトウという名前なんですけれども、このトウという役は、すでに鎌倉殿の13人の、まあ、公式のホームページ、そして SNS 等で、このトウが大人になった後、誰が演じるかってことを発表されております。つまるところ、まあ、これを見ていて、なんとかお察しいただいた方が大半だと思いますけれども、最後、善児にこう、刀を向けられたけど、殺されなかった、殺すシーンがなかったじゃないですか、女の子。あれ、殺さないんですよ。殺さないで、この後、その善児に育てられたみなしごって、もうこれ、講師のバナーだからね、講師のバナーで、善児に育てられたみなしご、当役、山本千尋さんってこう出ているんですよ。なので、あの女の子は善児に今後育てられて、善児ナンバー2って言葉が正しいかどうかわからないですけれども、でも善児の、右腕となる人物として育っていくという形になります。で、もちろんこの動画では細かいネタバレはしませんけれども、まあ、この NHK 出版等が出ている、ガイドブック後編の中には第32話までのシナリオが、まあ、ダイジェストだけですけども、まあ、書いてあるんですね。で、ここには等出てきてるんですよ。だから第32話までで多分山本千尋さんバージョン、つまり大人になった等っていうのはおそらく出てくるだろうというふうに思いますし、
なかなか重要なところで出てきますので、おお、ここで使うかって感じなので、今後のこの塔をですね、まあ、なんか、アサシンナンバー2、殺し屋ナンバー2を楽しみにっていうのも不謹慎かもしれないですけど、まあドラマですのでね、楽しみにしてみるのもよろしいんじゃないかなという感じでございます。はい。で、比企能員の仮病のシーンなんですけれども、まあ、あのシーンはムカついた方が大半だと思いますけど、まあ、比企能員もね、史実だと、今後比企能員の変というものが起きて、まあ、なかなかの天罰的なね、結末を迎えることになるんですけど、まあ、その話を置いといて、この比企能員の仮病のシーンで実は重要なのが、まあ、このシーンですよね。このシーンで重要なのが、何かというと、結構この比企能員っていう人間を、あ、比企能員知ってるよって口でこう説明できるぐらいお詳しい方っていうのは、まあ、当然やっぱり今後、特にこの鎌倉殿の13人の視点で考えると、まあ、北条の敵になっていて、結果的に北条時政とも救いようのない VS 対立構図となってしまって、最終的にはもうどっちかが死ぬしかねえみたいな、バトルに発展していくってことは、これはまあ歴史詳しい方は知っていると思うんですけれども、歴史詳しい方はそういう視点で見てしまうので、逆にですね、今回のこのシーンの構図、一回考えておくと、よりドラマ楽しめると思います。実はですね、これ、北条時政と陸もそうなんですけれども、この、比企能員、結構今までもいろんな行動してますけれども、そのね、ほら、比企家のね、女の子たちをこう、幕府、要は、源氏に嫁がせたりとか、いろいろやったりとかしてるけれども、その毎回の行動のきっかけ、行動してるのは比企能員です、確かに。だけども、行動のきっかけを作ってるのは、実は奥さんの妻のですね、この未知なんですよね。いや、それはたまたまでしょと思われるかもしれないんですけれども、これはインタビューで明かされてるんですよ。これは、坂東彌十郎さん演じる北条時政のインタビューとして、北条時政は陸にこう、そそのかされて動くことが非常に多い。比企能員は未知にそそのかされて動くことが非常に多い。だからその、上の方で権力でバチバチ やり合うのは時代性もあって男同士が多いけれども、実はその裏で手綱を握ってんのは女性であるんだと。これ当時そうだったかは何とも言えないんですよ。それは何とも言えないけれども、まあ今ドラマで描く上では全てを史実通りに描く必要なんてないわけじゃないですか。そんなんだったら再現 VTR 作りゃいい話なので、大河ドラマとして楽しいものを作るためには、やっぱり現代に通ずる、現代の視聴者が共感するエッセンスっていうのも必要だと思うので、だから多分このドラマって当時の女性よりも、これ他の、まあ北条政子とかの講義とかもそうだけれども、非常にこう、結構女性がハキハキ物を言うような形当時よりは、そういった形の、まあ、視点というかエッセンスが加えられていると思いますので、そこのところは実は比企能員はこのドラマにおいてはほぼ逐一ですね。過去の回も結構 見返してもらうとそうなんですけども、結構ね、未知が全部きっかけ作ってんですよ。それこそね、うん、比企家今後どうするかなっつったらね、そしたらその姪っ子たちを送るのですとかこう普通に言うんですよ。きっかけ全部作ってる。そしたらそれだなって言って、それで動くって形なので、なんて言うんだろうな、プランニングに長けた上司と実行に長けた部下みたいな感じの夫婦として捉えると、まあ、残りの31話ぐらいまで結構この比企能員夫妻の動きっていうのが、まあ、史実詳しいからって言ってる、なんて言うと、史実詳しいからってなると油断してみる部分ってあったりするじゃないですか。だけども意外と油断しないで、あ、また奥さんが指示した、あ、また奥さんがそそのかしたみたいな感じで見てみると楽しめると思いますので、ちょっとぜひそのように楽しんでみてはいかがでしょうかという感じでございます。北条家もそうです。はい。で、小さい観音様は伏線です。細かいこと、ネタバレはあんまり言わないですけども、比企尼のシーンでございましたけれども、比企尼が小さい観音様を頼朝は小さい頃元取り、髪の毛の中に入れていたというふうに言っていましたけれども、それに対して頼朝はもう捨て申した、甘く見られてはいけないと思ったからだというふうに言っていました。これ以上ここでは何も言わないですけれども、このセリフのやりとり、何気ないやりとりでしたけれども、このセリフちょっと頭に第26話ぐらいまで、留めておいていただけると、某伏線になりますので、記憶をしておいてください。もうここの、これ、この、お察し、いい方、感動するという方はもうこのセリフ回して何度か分かっちゃうかもしれないんですけども、ちょっとこれ以上ここでは、まあ、申し上げませんので、とにかく記憶しておくことを、推奨いたします。比企尼が小さい観音様を、まあ、元取りね、髪の毛の中に入れていたってことを思い出話として語ったね、優しい子でした。覚えておいてください。これ以上は言いません。はい、次いきます。で、紫式部の二重の意味なんですけれども、なわけねえだろと思われるかもしれないんですけれども、なわけありそうなんで、ちょっとここで解説入れさせていただきます。まあ、このシーンでしたけれども、あの禅嬢が
亡くなった人を呼び寄せることができるっていうふうに言った上で、誰を呼んでほしいっつった、紫式部、え、吉高様じゃダメなのみたいな感じで、ちょっとコメディタッチな部分もありましたけれども、この紫式部には二重の意味があって、まあ私の動画毎回ご視聴いただいている方はある程度ドラマ細かくご記憶されている方だと思うんで、まあ、ほぼほぼ一番分かってると思うんですけれども、王姫が北条家みんな集合したところで、ぶっ飛ん、いきなりなんかすげえ頭ぶっ飛んじゃったやり取りになってましたけれども、私葵って言うんですつっていう話ありましたけれども、葵っていうのは源氏物語に出てくる葵の上という、まあ、ちょっと報われない女性なんですけれどもに憧れていたので葵と名乗るという話がありましたので、まあそれで一回源氏物語というか紫式部に憧れている、源氏物語に心酔しているっていうことがドラマの中で示されているので、単純にその流れの中でその紫式部が好きだから紫式部って言ったというのが、これが一応まあ通常の物語的な理解でございますし、それは何の間違いでもございません。なんですけれども、再来年の大河ドラマはですね、紫式部を描く、光る君へという大河ドラマでございます。吉高由里子さんがね、演じられますけれども、それのパロディというか、ネタ扱いをしているのも、おそらく、狙ってやってると考えて差し支えなさそうです。これは正直私の意見です。これはどこでもエビデンス取ってないんですけれども、私の意見だけれども、多分サービスでやってると思います。まず、年によって違うと思うんですけど、大河ドラマは当然、2年先、3年先までも決まってるわけですよね。もう当然もう2025年に何やるかなんて決まってると思うんですよ。キャスティングまでは知らんけれども。決まっていると思いますので、そんなことは当然その前の年の脚本家さんには伝わっているってことを考えると、再来年紫式部やるんだったら、このタイミングで源氏物語に、王姫が源氏物語に憧れていて、っていう形でここでちょっと、しかもそのドラマの解禁っていうのは大体5月ぐらいだから、このタイミングで紫式部っていうと視聴者にやりとするなって多分三谷さんは絶対思った上で狙ってやったと思いますね。で、いや、そんなそのなんで視聴者をこうメタパロディ的な感じで楽しませるなんてことをやらないでしょって思われるかもしれないんですけども、この後のですね、小ネタポイントのところで話す、比企尼の、あのシーン、まあ、お察しの方はわかると思うんですけど、あのシーンを、演じられた草笛光子さんが、三谷さんのサービス、視聴者へのサービスとしてあのシーンがあったって言ってるので、ここは多分三谷さんのサービスと捉えて差し支えはなさそうです。はい。まあ、だから何って話なんですけども、ちょっとにやりとするシーンだったなって話ですね。で、丹後のツボね、すごかったね。いやー、まあ、鈴木京香さん結構今まで静かな感じでね、いましたけれども、ここに鈴木京香さんをキャスティングした意味が今回ほぼ全ての視聴者にね、納得がいくような感じでございましたけれども、丹後のツボね、すごくまあ、なんて言うんだろうな、大姫視点で言うと、嫌な感じだったじゃないですか。我々視聴者から見ても嫌な感じですよね。嫌な感じなんですけれども、これね、悪口を言ったつもりはないんですよ。これ鈴木京香さんが、昨日の放送後に公式ホームページにアップされた音声インタビュー、声でのね、声だけのインタビューがあるんですけども、鈴木京香さんの、そこでも言ってるんですけれども、今回のこの丹後の局が言ったことっていうのは、自身も通ってきた道であると。ね、他のね、その女性たちと比べられるとか、男女を産まなきゃいけないであるとか、そういったのっていうのは、自身も通ってきた道だから、それをそのまま表現しているまでであると。それぐらい厳しい世界であったということを示しており、こんなのでへこたれていては、到底やっていけないので、だから逆に言うとそこで洗礼を浴びさせて、そこで優しくした上で、いざ中に入って現実知って戻れなくなるのが一番辛いじゃないですか。だからここで撤退するならまだわかるっていう話という形で、そういった意味で実は辛い、厳しいことは言っているけれども、何気に優しさの側面っていうのも数ミリは、数パーセントはあるっていうようなシーンであったというふうに、ご本人の、まあ、インタビューを聞くとわかりますね。ただもちろんこれっていうのは、手法として正しいかどうかは、賛否それぞれ皆さんの価値観によってあっていいと思います。だってそれこそあれじゃないですか、今さ、一時期の仕事一辺倒な、男性はもう夜まで残業遅くとか、俗に24時間働けますかとか、そういった感じの時代じゃもうないじゃないですか。もうそういう時代じゃないので、自分たちが経験したものをそのまま部下に伝える、自分たちが上司にすげえ辛いこととか厳しいこととか、パワハラまんがいなこと、モラハラまんがいなこと、セクハラまんがいなことされたからって言って、それをそのまま部下にやっていいかって言ったら、
今の時代だったらノーですよね、仕事で言ったら。だから、タンゴのつぼりがやったことはそれなんですよ。自分がやられた嫌なことであるとか何であるとかってことを、そのまんま自分は何も改善をしようとしないで下に伝えるっていうことをやったので、優しさは何ミリか入っているけれども、そのまま伝えることに関する是非っていうのは、存在して叱るべきだと思いますし、ドラマとしては私別にね、あの当時の時代としてこれなので、なんか別にいいというか別に、まあそういうもんでしょうと思うけれども、まあ、現実世界で同じこと、今の時代だったらダメだよねっていうような感じで私としては見ていたなという感じでございますね。はい。で、ここのシーンが一番多分、ムカついた方が今回多いと思うんですけれども、頼朝が王姫のご遺体の横に来た後に、王姫に対して何も言わないで、わしは諦めんぞっつって小四郎、次女の三幡の入内工作を進めよ、お前何言ってんのって思った方、はい、私は思いましたと思ったんですけれども、これね、でも大泉洋さんのあのこれまたこれとか、あと他にも何冊かガイドブック出てるんですけども、様々なインタビューとかを呼び込んだ上で分かったことは、このシーンは確かに頼朝は自分の今生きている状況に関して、境遇に関して怯えていたり狂っているっていうのは必死な感じなのは間違いないんだけれども、このシーンは王姫の亡くなったということに対して悲しんでないで、感情がなくてああやったんではないってことがインタビュー読んだら分かったので、その上でなんか見たら確かにこう目の泳ぎ方であるとか演技にはそれは宿っているなと思ったんですけれども、この時の感情は悲しんでたまるかで、ぐっと悲しみを力を込めて心の中にこう押し潰した上で、多分そのまま黙っていると、なんだろうな、多分こう黙っているとその蓋が多分開いちゃうんでしょうね、開いちゃうのもあるので、わしは諦めぬぞって蓋をして、ぐぐぐって蓋をして、小四郎三幡の入内工作を始めるぞっていう風に言うと、だから政子横で見てね、何言ってんのお前っていう、もうね、あの目なんてひどいことっていう目をしていたけれども、頼朝の心境としてはそこだから、これ夫婦としては全然噛み合ってないよ、噛み合ってないけれども、感情としては悲しみを押して殺してるっていうシーンでってもう明言されてるので、大泉洋さんが。なので、まあ、それでこう考えてみると、意外とやっぱなんか頼朝と頼朝で、まあ、だからそれこそ比企尼の言葉が実は皮肉に見えて言えて妙で同情も入っていたと思うんですけど、立場は人を変えるっていうのは、鎌倉殿として舐められないようにするには、それは鎌倉での舐められないっていうのだけじゃなくて、今京で舐められてる状態じゃないですか。それを考えた時にこうするしかないっていう、なんて言うんだろうな、かわいそうとは違うけれども、まあ、悲しい差がというかね、定めというかね、なんかそういった感じだなというふうにこう私としては思いましたね。はい。で、義時の思考回路なんですけれども、今回義時ちょっと相反するというか、2つリアクションがありました。まず冒頭のところで、源の範頼が結局その大江広元にボロカスね、起請文突っ込まれていたシーン、それは言いがかりでございますっていうふうにこうね、フォローしたりとか、ある程度やっぱりまだ鎌倉殿のやろうとしていることに関して抗議的なことを言うこともある。一方で、今回最後の、その今話していた、王姫が亡くなって、で、その三幡の、次女の三幡の入内工作を始めるとって言ったシーンは、何も言わずに、まあ、ちょっとだけこう、息をこう、ふーってした上で、かしこまりましたっていうふうにこう言っていたので、そこはノーと言って、何をおっしゃるんですかとか言ってないんですよね。で、これ、実は思考回路としてはほぼ多分一緒なんですよ。これは小栗旬さんのインタビューとか紐解くと多分そうなんだろうなですね。このシーンに関して言ってないんですけれども、多分そうだろうなと思うのが、結構こう、義時やっぱり当初に比べると闇落ちしたとかダークサイド落ちたとかダースベイダーになったとかいろいろ言われますけれども、闇落ちというよりも、これね、これおっしゃってるんですよ、小栗旬さん。判断するまでのスピードが上がっているっていう、この表現使われているんですよね、小栗旬さん。この義時の成長に関して。だから異論を唱えることもあるけれども、今回その後別に源範頼の時も何も言わなかったじゃないですか。だからこう、あ、もうダメだっていう風になったら、その後もう呆れていたりとか悲しんだりとか文句は心にはあるけれども、まあ、はい次っていう風になっているので、その後引きずらないっていう形になっているという感じですね。だから多分今回のその最後の王姫が亡くなったご遺体の横で三番の入内工作を進めようって言われた時の、多分もし心の声があったら、え、鎌倉殿今ここでそれをおっしゃいますか、
それはちょっと残虐すぎないでしょうか。でもおっしゃってることはわかりますし、ここでノーと言ったところであなたは話を聞かないでしょう。かしこまりました。っていうのが多分本音なんですよ。だけどそれをもう一瞬で、今言ったのを頭の中で一瞬でこう考えて、かしこまりましたに集約されているって形なので、逆に言うと、だからなんかこの判断するまでのスピードが上がっているっていう言葉の通りに最終回まで行くかわからないけれども、頼朝が亡くなった後に結構残虐的なシーンとか、自身で残虐的な判断とか北条義時するシーン増えてくるんですよね。なんだけども、それは残虐になったんじゃなくて、考えるスピードが上がって、心の中には実はまだこう良心が残っている、良い心という意味の良心が残っているじゃないかなっていうように何だか思いますね。多分なんですけれども、このガイドブックっていうのは今前編と後編が出ていて、一応 NHK 出版と東京ニュース通信社と産経新聞から3出版社から出ていて、それぞれ若干内容が異なるんですけれども、例年前編後編完結編なんですよ。3冊構成になっていて、で実際この後編に関してはまだ32話までしかシナリオ載っていないので、多分完結編に最後まで載ると思うんですけれども、まあ一応そういう形なので、もしかしたらその最後の方、完結編の方に行った時に、この後編あたり32話ぐらいまではこういう思考だったけれども、もう最後は実は変わってしまってとかって書かれているかもしれないので、必ずしも最終回まで判断するスピードが上がっただけというふうには断言はできないですけれども、でもまあ一応そういうことであるというふうに、このタイミングでは捉えておいてよろしいかなというふうに思います。で、ここで一応今回の重要ポイントは終わりなんですけれども、一応私毎回ですね、音楽解説しておりまして、このシーンでかかっている音楽のタイトルはこういうタイトルなので、タイトルから考えるとこういう演出意図があるんでしょうね、みたいなことを、まあ皆さんにお伝えしているんですけれども、今まあサウンドトラックがボリューム1っていうものしか発売されていなくて、7月上旬にボリューム2が出るんですよ。で、今回も、それこそ大姫が亡くなるシーンであるとか、もろもろ重要なターニングポイントのシーンのほぼほぼ、ボリューム1のサウンドトラックに入っていないんですよ。つまるところ、それらでかかっていた曲のタイトルがわからないんですよ。重要なシーンでかかっていたものが。なので、ちょっと今回は音楽解説は見送りさせていただきますけれども、多分ですね、今週か来週ぐらいから、おそらくですけれども、30秒視聴ぐらいは多分 iTunes とか、タワーレコードのサイトとかでできるようになるかなと思いますので、それ聞いたらもしかしたら来週ちょこっと解説できるかもしれないので、それが始まったら視聴だけでも全部してですね、少しでも解説できるように尽力していければと考えております。はい。ということで、ちょっと重要ポイント長々とお話ししてしまいましたけれども、話どんどん進めてまいりましょう。じゃあ、小ネタポイントですね。小ネタなんで、ザザザッとスピードを持っていきますね。まず、はい、引きの雨の、でございますけれども、これも何にも思わなかった方は何も思わなかったと思うんですけれども、この引き縄のっていうのは、三谷幸喜さん脚本の大河ドラマの真田丸の鳥ですね。ババ様と呼ばれるんですけれども、ババ様のパロディでございます。で、これ、いや、たまたまじゃねえと思われるかもしれないですけど、これはその、草笛さんが、ご本人が、この、今回の24話放送後に公式ホームページにアップされた音声インタビューがあるんですけれども、ボイスインタビューね。ボイスインタビューで、俺、真田丸の時の、あれと同じで、こんなことやっていいのかと思ったんですけれども、三谷さんの、ね、お客様へのサービスということで、楽しくやらせていただきました。三谷さんは、天才ですね、みたいな。似てないですね。なんか、徐々に今真似できるかなと思ったんですけど、できないですね。すいません。草笛さんすいませんって感じですけど、大ベテラン女優さんの、バカにするようなことをやってしまいましたけれども、まあ、ちょっとそういうことを言っていたので、これはもう小ネタらしいです。小ネタらしいので、小ネタなのでと思ってください。で、次に、貞観政要なんですけれども、これ金剛がね、貞観政要を読みますっていうふうに言っていたんですけども、この貞観政要って何かというと、私もですね、原書は読んだこと、和訳された原書は読んだことがないので、なんか重要だよっていうぐらいなことをビジネス書で読んだことしかないので、非常に雑な説明で申し訳ないんですけども、これ当時代の政治問答集でございまして、まあ、これを読んだ上でどういうことが書かれているかっていうと、天下を取るための指南書ではなくて、天下をいかに保持するかを記してある、まあ、指南書というか、問答集でございます。はい。で、これ例えばアマゾンとかで、まあ、貞観政要とかで、検索したりすると、まあ、紐解き系、それこそ、なんていうの、超要約貞観政要であるとか、そういった本とかも多数出版されておりますし、ビジネス書に落とし込んだものとかも、まあ、ありますし、それこそ、この、金剛っていうのは今後、北条泰時になりますけども、北条泰時が読んでいたっていうところは、ちょっと私、まだ表面的なリサーチしかしてないので、はちょっとわかんないですけど、北条政子を読んでいたっていうのは有名な話ですし、徳川家康とか、明治天皇とかも読まれていたという本でございますので、あと NHK 関連で言うと、100分で名著っていう、本と、あと、
映像作品とありますけれども、100分で名著にもこの上官制御はありますので、ちょっと後で時間ある時に私もうちょっと勉強してみようかなというふうに思いましたね。まあ、私あんまりこう組織マネジメント本業の方ですごい大きいチーム率いてるわけじゃないので、まあ、あれなんですけれども、天下をいかに保持するか、天下を取るって、これ YouTube に置き換えると、いかに登録者を増やすかじゃなくて、いかに登録者を保持するかと、いかに再生数を取るかじゃなくて、いかに再生数を保持するかの方が大事っていうのは間違いないので、私一応そっちで、だからバズるものを作るよりも、日々の積み重ねを大事にね、この YouTube 運営してますけれども、そこのところのプロセスというか、こう考えが一緒なので、ちょっと読んでみると、もしかしたらこの YouTube をね、より楽しいものにするヒントになるかもしれませんのでね、ちょっと、勉強してみようかなというふうに思った次第でございます。そんな金剛くんと三浦義村の娘であるハツなんですけれども、この二人に関してはもう公式で発表されているので申し上げますけれども、結婚することになります。はい、後の北条泰時でございますけれども、金剛は北条泰時の妻ハツということで、福地桃子さんのキャスティングが発表されておりますので、これはもう決まりという感じでございます。で、次にですね、東恵比寿なんですけれども、これは丹後の局がこう吐き捨てていたセリフですけど、まあ軽蔑用語ですね。まあ、都人が東国の人、特に武士に対して蔑む意味で、言う言葉であると。これ今で言う何とか言うとね、なんか差別用語を出現してしまいそうなので、それらで例えるのは検討した上で私の中ではなしだなとなったんですけれども、まあ、言うじゃないですか。私の住む埼玉県民以外の方は、ダ埼玉って。そういうことですよね。どっかに住んでいる人を、蔑む言葉として、言うという形でございますね。例えばね、本当失礼になってしまいますので、しないですけれども、まあ一応そういった形でございます。はい。で、マクワウリなんですけれども、これね、ぜひ皆さんね、まあ私解説極力するようにしますけれども、花であるとか、植物であるとか、野菜であるとか、例えば花が咲く何か、野菜も花咲くじゃないですか。実がなる前にね。そういったものがドラマとか映画に出てきたら、その植物名プラス花言葉ってググってみてください。大体その暗示であることが多いので。じゃあ、マクワウリどんな花言葉があるかっていうと、古くからのつながりなので、古くからのつながりというのは、今回の源の範頼に関して言うと、頼朝ってことですよね。だからそこのそのつながりっていうところをこう暗示しているのかなというふうに思いました。まあ、ウリはこの黄色いウリのことでございますけれども、多分古くからのつながりが断たれるっていう意味で、そういったちょっとアート的な演出だったのではないかなというふうに私としては感じました。はい。まあ、小ネタですけれどもね、諸説あってよろしいかと思いますけど。ということで、演出解説これで一通りやりましたので、オープニングの名前順解説に移っていければと思うんですけれども、第21話ぐらいまでのオープニングのその、小栗旬、荒垣結衣ってこう出るやつ、21話ぐらいまでは、小栗旬さん、あともう出てこないけれども、荒垣結衣さん、中略、中川大志さんっていうのがこのトップと呼ばれる一番最初のゾーンで、描かれる基本的な形でございました。で、中盤は大体もうこれほぼほぼ今も変わってないんですけど、山本浩二さんで始まって中村獅童さんで終わるが中盤で、止めに関しては佐藤二朗さんで始まって、後白河法医来てた時は西田敏行さんで終わる。で、ここのトップは佐藤二朗さんじゃなくて、佐藤浩一さんに来た時は佐藤浩一さん、松平健さんに来た時は松平健さんという形でございました。で、これらのトップ、中盤、止めのそれぞれの位置には一応大体の意味が決まっておりまして、トップ一番最初はもちろん主役です。2番目はヒロインである、もしくは準主役であることが多い。で、トップの最後は存在感のある役、知名度のある俳優なんで若手筆頭格納得で、中盤最初は主人公の相棒、もしくはメインゲストなんで主人公の相棒で納得で、中盤最後重要人物納得で、止めの最初はベテラン勢の中でも指折り納得で、止めの最後から2番目は超重要キャスト2番目の待遇納得止めの最後超ベテラン納得という形でございますけれども、その上で今回の24話はどういう順番だったかというと、トップはこれ前回とほぼ一緒なんですけども、小栗旬さんトップ、2番目も荒垣結衣さん出てこないので2番目は小池栄子さんになっております。堀田真由さんが2人目の奇さんにはなっておりますけれども、まあややほどの出演時間にはならないと思いますので、まあ、小池栄子さんが2番目で、ヒロインって、別にここ靴書きじゃないけれども、まあ、準主役という意味で2番目に引き上がっております。中川大志さんはまだしばらく固定という感じですね。で、中盤も今回はそんなに大きな変動がなくて、山本浩二さんで始まり、中村獅童さんで終わるという、だいたいいつも通りの感じ。で、今回のメインは止めのところでございまして、ここ数話、善治が出てくるときは、梶原善さんがこの止めに移動しております。
これは梶原善さんのキャリア的なものもそうですし、多分ね、演出側からした時に、善人の反響が思った以上で、多分三谷さんも嬉しくて、はきはきしながら多分、善人のシーン作ってると思いますので、重要度が上がっているということで、ここに降りてきてますね。で今回は引き縄が久々に出てきましたので、草笛光子さんが、鈴木京香さん、草笛光子さんというこの強い感じになっておりましたけれども、重要なのが、この最後の4人ですね。まず、大泉洋さんがあと数話で退場となりますので、そうすると西田敏行さん、大泉洋さん消えた時に、一番最後の止めが宮沢りえさんになるのは、なんとなく納得いきますよね。で、あとは、栗原秀夫さん演じる大江広元っていうのは、ほぼほぼ最終回まで出ると思いますので、それがその最後の方に降りてきているってことも、納得という感じでございます。という感じです。今回はそんなに長い解説はいらないんですけれども、一応このような感じでございました。はい。じゃあその上で、ストーリー解説移っていければと思いますけど、今回はそこまで複雑な話ではなかったので、駆け足でパパパッと行きましょう。復習的な目的でね、行きたいと思います。まず簡易的にはもうこんな非常にシンプルな話でございました。源範頼が頼朝により謹慎処分となり、一方で大姫の入内工作が進み、だけれども大姫が病に倒れて後に亡くなってしまいまして、それは頼朝からしたら源範頼の呪いであると捉え、源範頼が善児に殺されるという、今回この2つの、2人がですね、話がこう交わるというような脚色がなされておりました。10個に細分化した上で、パパパッと駆け足でダイジェストを見ていきますと、まず、頼朝が弟を、信じられないのは、お分かりの通りなんですけれども、大江広元は鎌倉の、安定を目指すので、自分の感情で動いていないので、今回ちょっと嫌なやつになってましたけれども、そういう目的で動いていると考えられますので、頼朝は鎌倉殿になろうとした範頼に不信感を抱いて、義時は混乱を鎮めるため と説得するけれども、大江広元はなぜ急いだのか消せないと説いて、という流れとなっておりました。だけれども実際にせかしたのはやっぱ比企能員なので、ちょっとかわいそうだよなという流れですよね。でもそんな比企能員は先ほど解説した通り、未知に今回もそそのかされて、あってはいけませんっていうふうにこう言って、結果的にはですね、取りなしを頼みたかった源範頼の誘いを拒否いたしまして、義時は関与を疑ったんだけれども、範頼真面目だから私の一存と責任を全て背負い込む形を取りました。そこでね、言っときゃいいのにと思っちゃうんですけどもね、正義感強いという感じですね。で、源範頼の起請文謝罪に関しては、忠誠を誓うけれども逆効果となってしまいました。まず頼朝はなんで俺生きてたって疑わなかったのっていうふうに突っ込みましたよと。で、起請文にはもう源氏の嫡流から降りて自分が後継ぎには絶対になりませんと、ただの御家人になりますということまで宣言したのに、源氏の嫡流から降りると言いながら源氏の源を名乗っていたことを大江広元に突っ込まれて、それに対して言いがかりと義時は抗議するけれども、それに対して範頼が多分頼朝の目を見たら何にも頼朝の目が変わらないと、もうね、冷たい目をしていたので、もう結構ですという形で言うという流れとなり、謹慎となって処分は後日となりました。だけれども当然そんなの視聴者である我々も納得がいかないので、政子は抗議をするし、比企尼呼んで取りなしてもらおうとしたけれども、そこもうまくいかないと、ね、昔の観音様の話とかしたけれども、それは捨てたと、言われてしまうと。だけれども一応最終的には死罪を免れて修善寺に幽閉謹慎となりました。で、岡崎義実は関与を疑われて出家、今までの功績を称えられて出家で済んだと。で、輸出の今回のもう本話シーンと言えますけれども、落ち着いた後に義時信長は二人暮らしを始めると。三浦義村のこのセリフは良かったですよね。裏切ったり裏切られたり、いい加減飽きた。我々視聴者の意見だ。そういう形でございましたけれども、そういった形となっておりました。で、その流れの中で大姫ターンに行くんですけれども、まず大姫入内工作うまくいきませんという流れの中で、頼朝は都で力を伸ばす一条家に大姫を嫁がせることによって都での勢力拡大を画策いたします。一条高吉が鎌倉に来るけれども大姫は拒絶をすると。頼朝は政子にどうにかしろというふうに言うけれども、政子が前女に芝居を頼んだけれども、その芝居を大姫は見破って怒りを覚えると。
で、一方ででも源義孝の面影とか声とかぬくもりが少しずつ薄れていってしまっているっていうのは事実なので、まあ、それに悩んだ大姫は巴御前に会いに行くこととなりました。で、巴御前に会いに行ったんですけれども、まあ、和田義盛と今は暮らしていて、巴御前は今生きていることに関しては悔いがないというふうに言う。和田殿と今こうして生きることができていると。生きている限り前へ進まなければならない。面影が薄れているということは前へ進めということ。あなたでも薄れてきてるんだったら私なんて覚えてるわけはないでしょう。あれもちろん優しさゆえだと思いますけれども、そういった明るい言葉をかけて、そしてじゃあ一旦前に進んでみようということで、まあこれがちょっとね、大姫の優しすぎるところなんだけども、自分の幸せをこの時点で考えるんじゃなくて、両親の幸せを解くために受胎工作を進めてくださいという話をいたしました。ちなみにここは受胎工作再開っていうのは、先ほど振ってしまった一条家ではなくて、改めて都の後鳥羽天皇への受胎工作を再開するという形となります。で、その後はここはまあ、さささといきますけれども、まあ、丹後の局の洗礼を、受けて、頼朝で東大寺再建供養で軽率に扱われということで、うまくいかんなというね、三人とも、頼朝も、政子も、大姫も思う形となりました。そんな中、夜眠れなかった大姫は、新所を抜け出しまして、行方不明となって大騒動となったんだけれども、三浦義村が運よく見つけて、己の幸せを解き、私の幸せとつぶやいたら高熱で倒れてしまいました。受胎は延期となって、時は2年なので、徐々に衰弱していく。ね、生きる、ね、意志をなくしてしまったので、その後、2年後に、享年20で亡くなるという悲しい最後を迎えてしまいました。しかし、頼朝は焦り狂ってしまいます。大姫の死に悲しみを見せず、悲しまずじゃない、先ほど言った通り、悲しみを押し殺し、次女の受胎工作を進めます。だけども、政子と義時はやっぱり焦って怯えて狂ってるなというふうに憂慮しておりますという感じですね。そして最後はひどい仕打ちが待ち受けておりました。頼朝は自分を呪っている範頼を、ね、呪っているのは範頼と決めつけて殺害を命令。で、源範頼畑仕事していたけれども、前時に殺されると。それを見ていた村娘の党は殺されなかったという形で、今回の話は終わりとなりました。まあ難しい話ではなかったので混乱する方は多くないと思いますけれども、まあ悲しい話ですね。悲しい話ですけれども、まあもう頼朝も出演ももうあと数話でございますので、来週どうなのって話なんですけれども、まあネタバレはしたくないから何も言わない方がいいかな。まあ天が望んだ男は何を示しているか、ちょっと私もまだシナリオ読んでも確実に言えることはないんですけれども、来週見ようね、みんな。来週見ようね。何も言わないでおこう。ネタバレ嫌でしょ、ネタバレ嫌だと思うんで、何も言わないです。これ以上言わないですけども、ただ、もう、察してください。もう、いつもの、この、キービジュアルだったら、頼朝、義時、あと誰かと誰かと誰かとかこういるわけですよ。だから、今週だったらね、24話だったら、義時、頼朝、範頼、大姫だったわけですよ。だけど、もうここにいるのがもう、義時との頼朝だけなのよ。もうそういう回です、来週は。そういう回でございます。乞うご期待でございますね。もう絶対逃せない。絶対見逃せないですね、来週は。そういう回でございますけれども、一応これ今日の動画なので終わりとさせていただければ、本日も1時間ぐらい長々とご視聴いただいてありがたいんですけれども、一応もしここ数話ぐらいから私の YouTube ご視聴の方に軽めに説明しておきますと、私のこの鎌倉殿の13人の YouTube っていうのは、土曜日に本日の動画で何度か紹介しているシナリオブックを元にした物語解説という予習解説動画を出しまして、今このご視聴いただいている動画は月曜日にアップしている徹底解説というメインの一番長い動画になります。で、火曜日は基本的な一番ネタ動画になるんですけども、俳優名で解説だから、今日で言うと悲しい話なんであれなんですけれども、大泉洋が来るってとか、ね、そういった形で、で南沙羅ちゃんがね、こう己の幸せを感じてとか、そういった形の動画でございますね。それ火曜日にやって、で水曜日に今日の動画で取りこぼしたもの と、視聴者さんからのコメントでご質問いただいたものを中心とした演出解説の動画を出すという形で、この土月火水で一応これ一周回るという形となっております。合わせて時たま YouTube ライブを火曜日から金曜日の間にやったりとか、新解釈人物史という、この人物は歴史上こういう人物ですって話ではなくて、このドラマでは俳優さんがこういう意図で演じています。このシーンはこういう意味な、
ようでございますみたいな形のを、さまざまなインタビューを紐解いた上でですね、解説している動画を、まあ、不定期なんですけど出しておりますので、そういったものを出したりとか、雑談動画とか、あとは他のドラマの動画出したりとか、いろいろしておりますので、もしよろしければ今後他の動画もご視聴いただければと思っております。多分、来週からそれこそ、大河ドラマ以外だと、TBS の日曜劇場、オールドルーキー始まりますけれども、まあ、日曜劇場のドラマ考察毎回やってますし、7月クールはちょっと他のドラマ、久々にラブコメやります。久々にラブコメの考察じゃないけど、感想動画出したりいたしますので、ちょっと鎌倉殿以外の動画も様々出しますので、もし他のドラマご視聴いただいている方とか、あとドラマ以外の映画のね、動画とかも時折出していければと思いますので、もしよろしければ、エンタメを楽しむ一助としていただければと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。